観光駅は中華人民共和国古北省、武漢市交換区に位置する中国国鉄武漢鉄路局が管轄する駅である。ここでは武漢地下鉄の観光貨車駅についても記述する。荷物検査場待合室ホーム本駅は京光線、合部線、寒丹線、男予線の旅客を扱う一等駅で、各種別を含め2010年5月現在。 毎日50本に余りの旅客列車が発着する本駅の歴史は1896年まで遡ることができる。現在の武漢支社丹路付近に1902年6月第一門駅が開業し、当時のアジアでは最大規模であった。1950年に観光駅へ改名した。現在の駅は1987年4月11日に建設開始し、 1991年4月21日に開業式典が行われ、10月に使用開始された。2006年6月に武漢市は武将駅とともに拡張改造工事を行うことにした。武漢地下鉄2号線が乗り入れ、近やバスターミナルも含め便利に乗り換えできるようになる予定である。2010年2月10日、春うンじの大量の旅客に対応するため、 拡張された施設の一部を投入した。本駅は拡張工事が完成した。ホームを倍にして北駅舎を建設し、同時に駅舎の外観を大地門駅風のヨーロッパ町にしたことがある。改め立て後には一等駅から特等駅に昇格した。ありがとうございます。